どうもこんにちは。酒とロックとうんちが大好きなスピーチおじさんのライドと申します。ベストヒトライドです。今回ね、またちょっと初の試みじゃないですけど、歌い手さん見たいなと思ってて、でイケメンの歌い手を2人同時に見ようかな。まあ2人ともコラボよくしてる仲いい2人なんですけど、マフマフと天月さんなんですよね。マフマフは1991年の10月18日生まれです。で、2010年よりニコニコ動画で活動を開始と。で、2016年にはユニバーサルなんですね。ユニバーサルからメジャーデビューを果たしていると。で、2019年にはテレビアニメポケモンのオープニングテーマで作詞作曲編曲を手掛けると。で、2020年には今年ですね、ドームワンマンライブをする予定だったんですって、3月に。でもコロナによって、まあやむなく中止を決定したと。まあ、そんなマフマフの持ってる特性なんですけど、この人アーティスト志向ですね。感性が豊かな人。で、今年は周囲への言葉など気を気遣う年。要は、感覚的に物事を喋って、トラブルなんかになりやすかったりもするので、そういうところを気をつけた方がいいよっていう年になっていくんですよね。まあ、だからまあ、大人としての、別な面を見せていくって年になりますね。で、マフマフの恋愛運なんですけど、今年はね、恋愛運が低いです。で、良くなるのは2年後ですね、2020年。で、ここで運命の人と出会うっていう可能性が高いですね。で、相性のいい、マフマフと相性がいいタイプっていうのは、かまってちゃうですね。自分のことをかまってかまってと思ってる女性の方が合いますね。だから自分よりも、自分を主張するっていうよりは、自分よりも相手のこと、好きな人のことを優先に考えるっていう女性の方が、タイプ的に、相性がいいです。で、もう一人、天月さんなんですけど、この人は91年の6月30日生まれ。で、2010年からボーカロイドの曲のカバー歌いて、で、かつ、まあ、歌ってみたに、の人になったということですね。で、2014年には、キングレコードからメジャーデビューをしてると。で、2018年に、ユニバーサルに移籍してるんですって。まあ、だから今すごいですね。歌い手さんってもうどんどん、メジャーに行くので。下手にね、バンド活動するよりは、インターネットで歌い手からやった方が、手っ取り早いじゃないですけど、チャンスをつかめる時代になってますよね。そんな天月さんの持ってる特性なんですけど、まず感性が豊かで、感覚的に物事を捉えれる人なんですね。で、まあ、マフマフさんとね、同じような波長を持ってるんです。だから仲いいんですよね。気が合うんだと思います。で、だからマフマフさんと、考え方とか、感性が似てるから、相性のいい友人になってるんでしょうね。で、天月さんの恋愛運なんですけど、マフマフさん同様なんですけど、波長が似てるので、恋愛運がやっぱ今低いんですよね。だから、どっちかって音楽活動に専念する時期っていうことなんですね。で、やっぱり同じように、相手を優先してくれる女性の方が、まあ、要は構ってちゃうの女性の方がいいんですよ。で、天月さんはね、感覚的に物事を、まあ、進めるっていう人、どんどんグイグイ進めていくので、それにしっかり、なんつうんですかね、ついていける女性がいいんですよね。まあ、そんな感じの人が、相性としたいです。で、ことで、今回は、歌い手さんをね、二人見たんで、イケメンの歌い手さん二人見たんで、まあそういう 2.5 次元だったり、歌い手さんだったり、声優さんだったりも、ちょっと広げて見ていきたいなと思ってるんで、リクエストだったらよろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。